はい。それでは前回の続きを行っていきたいと思います。今回は、曜日を表示する機能と、曜日によって異なる画像を画面に表示する機能を付け加えていきたいと思います。それではまず、画像の方をこのエクスコードのプロジェクトに取り込んでいきますね。このように画像を選択して、プロジェクトにドラッグドロップしていきます。コピーのとこにチェックを入れてフィニッシュすると、このように画像を えプロジェクトに取り込むことができます。はい、サンデーから、えー、サ,ーサタデーまで画像が取り込まれていますね。今回は猫の画像を使用しています。それでは、メインストリーボードに変更を加えていきます。イメージビューを選択しまして、これをちょっと位置を変更しますね。のようにいっぱいいっぱいまで、えー、画面の幅いっぱいいっぱいまでイメージビューが広がるようにしてみます。 そして、今イメージをあの最初のデフォルトのものを適当に設定しますね。3点にしてみます。そして、えー、スケールトゥーフィールのままだとあの、アスペクト比が崩れてしまいますので、今回はアスペクトフィルを選択したいと思います。アスペクトフィルを選択すると、縦横比が正しく止まれたまま画像が表示されることになります。はい、であと、曜日を表示するためのラベルを追加していきます。えーこの 既存のラベルをコピーしまして、ここに広げます。そして、初期表示を仮に月曜日としておきますね。えっと、だいたいこんなレイアウトになります。それではコードの方を変えていきたいと思います。U コントローラー .swift に行きます。ここにまず変数の制限から行っていきます。 <laughs> まあ、こんな感じでえ宣言を行ってきますね。えー、前回から付け加えたのは、このイメージビューという名前の UI イメージビュー型の変数、Weekday ラベルという名前の UI ラベル型の変数、Images という名前の配列、Weekdays という名前の配列になります。 でイメージビューとウィークデイラベルにはこのように IB アウトレットがついてますのでストーリーボード上のオブジェクトと紐付けることができます。紐付けの方は紐のうちやっておきます。ビューコントローラーを選択しまして一番右のコネクションインスペクター、ここにあるイメージビューを画面上のイメージビューと紐付けます。そしてウィークエンドラベル、このラベルをこのラベル、曜日のラベルと紐付けておきます。 でビューコントローラー .swift に戻りますね。でえー、ビューリードロードの中にもいくつか追記の方を行っていきます。まあ、配列の初期化ですね。えっ、ー、と、イメージ図と、あのー、ウィークデイズの内容をこのように設定します。イメージ図の中に入るのは UI イメージ型のデータですね。それを全部で曜日の数に合わせて7つ入れます。UI イメージを初期化するときに、それぞれ曜日の名前の画像をえ使ってやります。そうすることでえまあ、日曜日からえ土曜日まで対応した画像が、このイメージ図という配列の中に入ることになります。また、ウィークデイズの中には、このように日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日という文字列を入れてやります。 はい、それでは、ーデートの中にも、えー、いくつか追記をしていきます。このような追記をしていきますね。えー、このレッドカレンダー以下が今回の追記文になります。えー、とまずあの、NS カレンダー、カレンダーアイデンティファイア、NS カレンダーアイデンティファイア、グレゴリー1で、えー 現在のカレンダーを取得します。そして、ウィークコンポーネントで、曜日のコンポーネントを取り出します。この時に、あの、前回使った NO という名前の NS データ型の変数を入れてあります。そして、ウィークでですね、ウィークコンポーネントのウィークでを取り出してやることによって、整数の形式で、今日の日常、あの対応する日常の曜日を取得することができます。 そして、このイメージビューのイメージ。イメージビューが、あの、ストーリーボード上にあった画像が表示されるイメージビューでしたね。そこに表示すべき画像を、イメージ図配列の中にある、ウィークデイという数値に対応した、インデックスの画像に設定してやります。ウィークデイは1から7までのあの整数ですが、 え、配列の要素は0から始まりますので、まあ、0、1、2、3、4、5、6になりますので、ウィークデーから1を引く必要があります。そして、え、そのデータを取り出すときは UI イメージ型にキャストをしてやる必要があります。そして、ウィークデーラベルですが、この表示内容をウィークデーズの中から取り出してやります。ウィークデーから1を引いたものを同様に入れてやります。この際はストリング型にキャストをしてやります。 でそして、ウィークデーの,の値があの、値によって、えー、異なった、えー、テキストの文字色を指定して,してやります、えー。ウィークデーが1の時、これは、えー、日曜日の時ですね。日曜日の時は文字色を赤にします。UI からレッドからで赤にします。えー、ウィークデーラベルの方も同様に赤に設定してやります。えー、ケース7の場合これは土曜日ですね。土曜日の場合は、えー、テキストカラーをブルーカラーに設定してやります。 それ以外の場合は、すべて文字色を黒に、ブラックカラーに指定してやります。ここまで記述できたのなら、実際に実行してみて動作を確認してみましょう。シミュレーターの起動まで少々時間がかかります。 シミュメーターのサイズをちょっと調整しますね。スケールを75%にします。起動しましたね。前回の通り、えー、今日の日付が表示されていますが、今日は土曜日なので文字の色が青くなっていることがわかります。またあの、曜日に対応した画像が表示されていることがわかりますね。それでは日をめくってみます。 と、えくり上げてみますね。12、13、日曜日は赤くなってますね。14、15と、曜日に対応した画像が表示されていることがわかります。土曜日は再びあの文字の色が青くなって、土曜日の画像が表示されていますね。このように その曜日に対応した画像を表示する機能及び曜日に対応した文字の色にする機能が実装できました。今回の内容は以上になります。